富士グラン松山とは、愛媛県松山市宮西に所在する、富士が展開する、ショッピングセンターである。富士グラン松山ショッピングセンターは、生活館とグランドーム、夕館からなる本館と、カルチャー教室と託児所、立体駐車場のある本部第3ビル、SC の運営本部が入居する、富士グラン松山 SC 管理ビル、そして富士グラン。 松山 SC 北側立体駐車場とスポーツクラブ、フィタの5つの施設で構成されている。1973年4月に開店した富士ショッピングスクエア駅前店を改築し、富士発の本格的なコミュニティ SC として1989年12月にオープンした。同社の本部も同一敷地内にあり、事実上の本店である。また、店舗別売上高でも首位であったが、 現在は新しくオープンしたエミフルマサキに抜かれて第2位となっている。2010年8月23日から別棟2階に年末年始以外無休の松山市パスポートセンター開設。建物は食料品、日用雑貨品、衣料品、住関連用品の販売を主に行う生活館とカルチャー教室、飲食レストランなどがあるの2つからり、 その中間にあるアトリウムコートは全面総ガラス張りという斬新なデザイン。テナント情報については、富士グラン松山テナント一覧を参照。ありがとうございます。